この映像は海王星探査衛星ネクストが撮影したものだ。まさかこの侵入地帯は海王星の？もちろん違う。ネクストが送信してきた電波から距離を割り出し、現在位置を割り出した。それは先月発見されたメラニン遊星では？そうだ。ネクストは海王星の軌道を外れ、一月前に太陽系に侵入してきたこのメラニン遊星に接近し、映像を送ってきたようだ。ということはこれはメラニン遊星を上空から撮影した映像？んなバカな。移動を続けている遊星にこんな自然環境が整ってるはずがない。まあまあ、わかりました。そこで我々の出番というわけですね。この星の発見は我々人類にとって価値のある発見となるかもしれない。しかしその反面、いかなる危険が待ち受けてるかもしれない。みんな慎重に当たってくれ。始動。スーパーガッツのアスカ、リョウ、カリア、中島、コーダの5隊員は海王星に接近したメラニン遊星に向かった。あれがメラニン遊星か。大きさは月の3分の1ぐらいだ。どうした中島？だっておかしいですよ。自然環境が整った遊星なんてありえるはずがない。俺だってそう思う。しかし中島、宇宙にはまだ謎が多いんだ。我々にとって大切なのは、どんなに信じられないことが起きてもまずは接し直面することじゃないか。まもなくメラニン遊星の軌道に侵入します。隊長、無事メラニン遊星に着陸しました。よし、調査開始だ。十分気をつけろ。中島、大気の様子はどうだ？有害な成分は検出されません。大気中の酸素濃度、それに重力も地球とほぼ同一と言っていいでしょう。おお、ちょ、アスカ！おい、アスカ！全然平気っすよ。うまい空気。いや、まあ、データ的には大丈夫かもしれない。おお、ちょ、大丈夫だとは言ってないんだ。なんで取る？本当だ。木の香りがする。データは大丈夫だけど、考えられない。よし、それぞれチームに分かれて調査を開始。鳥がいるみたいですね。どこにいるんだろう。不思議だよ。え？どう考えても不思議だ。さまざまな星の間をくぐり抜けてきた遊星にこんなにも緑があるなんてな。いや、常識ではとても考えられない。宇宙は広いんです。常識では考えられないことぐらいありますよ。いや、しかしなんすか、お前な、常識はやっぱりな。中島隊員、酸素の残量ないですよ。嘘？取っても大丈夫ですよ。いや、嘘、それはねえだろ。ちょっと待って。現段階の印象では至って穏やかで、
まるで楽園のような星ですね。どうしました？いや、果たして楽園と呼べるものが本当に存在するものかと思ってね。引き続き調査を。通信が途絶えた原因は何だ？妨害電波が発信されています。妨害電波の発信場所は？おそらくメラニン優勢内です。コード隊員、コード隊員、あれ壊れちゃったのかな。今のは何か生物かもしれないな。ちょっと待って、アスカ行くのか。アスカ、そんな無理すんな。あ、ちょっとアスカ、おい行くな行くな、ちょっと置いていくな。アスカアスカ、どこまで行くんだお前。地球と全く変わらないな。そうね。あ、綺麗な花。水仙に似てるけど、地球にはない植物かな。何よ、サンプルの採取も重要な仕事でしょ。いや、そうじゃなくてさ。何よ。花を摘んだりするのがこんなに似合わない女もいるもんだなと思って。これはあちこちに落ちてますね。何かが破壊された残骸のようだな。何かって？何だぞ。どこ行くアスカ。危ないって。危ないんだよ。洞窟だ。何ここに逃げ込んだのかな。アスカいいか、あの科学的かつ物理的かつ統計学的に言ってみても、なあのこういう場所には行ってはいけないってことになって、まあ、聞いてんのか先輩の話。あ、行っちゃいけない反応が出てる。あ、少し変じゃないか。変って？これだけ鳥の鳴き声がするのに姿が見えない。それにこれだけ自然がありながらまだ虫一匹見つからないんだぜ。そういえば、中島隊、行きますよ。アスカ、アスカ、お前これ罠だぞ罠。大丈夫ですよ、行きますよ。まあ、あのちっちゃい生き物が奥ででかくなって口開いて待ってたらどうすんだよ。早く。アスカ、本当戻ろうな。ちょっと、あーい、中島隊員、もうやめようよ。大丈夫です、頑張りましょうよ。もう、あ、足が動かない。動きますよ。動くけどさ。あ、この洞窟自然にできたものじゃないな。作られたものだ。じゃあこの星には知的生物が。気をつけろ。大丈夫か？
お前、怪我してるじゃねえか。アスカ、ほんと気をつけろ。小さいけど怪獣だからな。だってほっとけないじゃないですか。ほれ、ほら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 、恩をあだで返すやつかもしれないぞ。大丈夫か、そんなことして。大丈夫だって、俺を信用しろ。大丈夫そうだな。よし、これで大丈夫だ。気にするなって。おい、そっちに何かあるのか。扉みたいですね。やっぱりこの星には何か秘密がある。見ろ、あれは UFO？ しかも破壊された残骸ばかりだ。この星は一体。まずい、戻ろう。うかつに触るな、うかつに。おい、アスカ。これは一体。そうか、そうか、そうか、そうか。わかったぞ。え？ここに並んでる機械は、ホログラムを作り出す装置なんだ。この星の森林地帯は全てこの装置によって作り出された巨像だったんだよ。巨像ってあんなリアルな。そうだけど、映像だけなら見破られる。そこでこの装置だ。これは地上に酸素を送り込むのと同時に電核作用を引き起こすガスも放射するシステムになってるんだ。なるほど。ホログラムの映像と電化ガスによって偽物の自然環境を作り出していたってことか。ああ。でも一体何のために。おそらくこの怪獣ね、宇宙戦争用に作られた生物兵器だと思うよ。生物兵器。ああ、偽物の自然環境を作って異星人をおびき寄せ、やってきたところを根こそぎこの怪獣がジョキー、シャレになんないよ。お前、ここにいたのか。そうか、お前の主人もこの怪獣に。なんすか。もしかするとこの優勢を作り出した宇宙人、すでに滅亡してしまったのかもしれんな。滅亡？ああ、まあ要するに管理者がいなくなった生物兵器が宇宙の中を漂い続けてきたってわけだ。そして幻の楽園を求めて訪れてきた者たちがこの怪獣の餌食になったってことは、俺たちも。ちょ、アスカ、やっぱこれ罠だ、罠。退却しましょう。
消えてしまった。見て、よくやった。救出に行くぞ。はい、はい、
てく。そう、怪獣が倒されると星も消滅するシステムになってるのか。アスカー、脱出するぞ。ラザー、そら、しかしアスカが。コード隊員、急上昇はスムーズにしてくださいよ。頭打っちゃったよ。アスカ、よかった、本当によかった。あ、そうだ、あと助かったのは俺だけじゃないですよ。あ、かわいい、なにあれ。よし、地球へ帰るぞ。怪獣の弱点教えてくれてありがとな。助かったぜ。そうだ、お前名前つけなきゃな。そうか、羽が生えてるから羽白でいいか。なんだよ、不満かよ。よし、お前は今日から羽白だ。それと俺がウルトラマンダイナってことは内緒だぞ。よし、約束だ。ヒマラは見た、地球上のあらゆる美しいものを。私が美しいと感じたものはもはや全て私のものなのだ。次回ウルトラマンダイナ怪盗ヒマラ、お楽しみに。